異次元でしたね、回転量。回転がかかりすぎてて飛んでくるのめっちゃ遅いんですよ。他の人とはまた違う意識というかでやってんのかなって思うぐらい回転に相当命をかけてるつもりな。ループドライブが多いんですけど押されてるみたいな。試合前の、まあ、1分か2分の練習でこの人のドライバーやばいと思いましたね。ブロックするの緊張しますからね。触りたくない球が何回もあります。皆さんこんにちは、松井健太です。トップ5っていうのを僕が勝手にランキングをするっていうので企画でやってたんですけど、今回その第4弾で、コメントにもこれやってくださいっていうのがいくつかあって、その中で選んだ、ドライブの回転量が多い選手トップ5。今回はなかなか分かりづらい回転量、まあ受けた僕がモノに感じたことをそのまま伝えようと思ってます。第5位、もう現役は引退してるんですけど、ドイツのクリスチャン・ズース。この選手、まあ、皆さん知ってるか分かんないんですけど、団体でメダリストになってますね。あのティモ・ボル・オフチャロフ、クリスチャン・ズース、まあ、ずっとドイツでトップでやってらっしゃるんですけど、僕はブンデスリーグや、ワールドツアーで何回か対戦したことがあって、ドイツ人ってすごい回転をめちゃくちゃかけるっていう意味ではあって、特に出るか出ないか のチョビ、あれの質がドイツ人で世界一。いくらそんな 強くない人でも、あれだけそのチョビだけ一流の人も全然いるんですよ。それぐらいドイツは回転かけることに対してすごい うまいのがあったんで、その中でやっぱりトップでやってたクリスチャン・ズースの、まあ、チョリだったり、まあ、クロス打ちのドライブだったり引き合いやった時に、これがドイツの一流選手の回転量なんだっていうのをすごい印象に残ってますね。なのでカウンターはできなかったですね。チョリられたらカウンターできないぐらいのレベルだったん ですごいこうやって山に行くんですよ。で同じ、まあ、ドイツラバーとか日本ラバーを使っているのにこんな回転量出るんだっていう衝撃があったのを覚えてます。やっぱり中国ラバーだと自然に粘着あるんで上に上がったり回転がめちゃくちゃかかったボールを出せるんですけど、まあ、日本ラバーだったりドイツラバーであれだけ出せるっていうのが、まあ、日本人じゃ考えられなかったので今でも覚えてます。第4位はメイスです。皆さん、まあ、メイスは知ってると思うんですけど、メイスはもううなってましたね回転がやばすぎてグーンってきて、試合前の、まあ、1分か2分の練習でこの人のドライバーやばいと思いましたね。もううなってくる。やっぱりあれはヨーロッパ人にしか出せないボールの質。でもやったことないとこれは本当に分かんないです。見た目だと例えば日本人の方が速い人もいるかもしれないですけど、回転量がやばいと本当に勝手に緊張するんですよね。僕割とブロックできるタイプだなと思ったんですけど、あそこのレベルだとブロックするの緊張しますからね。ミスんないミスんないと思って、それをあの、ね、試合前の2分間の練習であの思い知らされた。しかも同じバタフライの用具を使ってて、同じラバーを使ってるのに、しかも僕が多分その時スレーバーとかで向こうがブライスだったんですよ。で多分スレーバーの方がちょっと回転かかるって僕は思ったんですけど、でも異次元でしたね、回転量。さっき5位だったズースはやっぱりフォアハンドの回転量あったんですけど、メイスの場合は両ハンドですごい回転量があったんで、あの4位にランキングしました。3位は、またドイツ選手なんですけど、シュテガー選手です。シュテガー選手は今も現役でブンデスリーグでやってるんですけど、2回オリンピックでメダルを取っては、高2と高3の時の僕がドイツ
でプレーした時のチームメイトでよくずっと練習してました。ヨーロッパ人の練習方法って6球ぐらい続いたらすぐオールになるんですよ。例えば2本やってて、6球目コース変えるからそれをカウンターしてもらってオールでオールっていう練習メニューがすごい多かったんですよ。でシェガーの回転量多すぎてそこまで行かなかったんですよ6球目まで行きたいのに回転量多すぎて止まんないんですよ。ヨーロッパ人って例えば5球目でミスってもまた1からスタートするんですよ。日本人って5球ミスったらその次6球目からスタートするじゃないですか。だから余計に緊張してそこまで行きたいのに行けないっていうのをその繰り返しをずっとやってで、まあ、そこまで行きました。で、カウンターしないといけないのを回転量多すぎてカウンターミスってまた1からやり直しみたいな、そういう経験を高3の時にしてたまに自然に回転やばすぎたら楽になったりする時あるんですよ。ボール裏ソフト使ってるのに、それぐらいもうラバーがついてこれなかったんですね回転でもフォームも結構独特なんですよね、姿勢があって。だけどやっぱ当たる時はしっかり多分いい当たり方をしてるんであんだけすごい回転かかると思うんですけど、まあ、多分テニスも結構上手いみたいなんで結構テニス系の打ち方をするんですけど、でもめちゃめちゃ回転があったので。ミヤも皆さん予想結構できると思うんですけど、ここからティモボルですね。僕練習もちょっとしたことがあります。まあ試合も何回もやってるんですけど、もう回転がかかりすぎてて飛んでくるのめっちゃ遅いんですよ。もう滞空時間が長すぎてもうキュンキュンって両方かけてすごいその個性を描くように打ってるんで、練習とかでも引き合いとかやっても当たんないです。もう軌道がやばいし飛んでこないし、でブロックもしてくんないんですよ。だからブロックも全部伸ばすんですよ。全部回転かけようとするんで、だからなんか衝撃でしたね。逆にスピードを加えるというより回転で飛ばすっていう感じなので、しっかりもう回転だけで飛ばす、回転だけで飛ばすって、だから他の人とはまた違う意識というかでやってるのかなって思うぐらい回転に相当命をかけてそうなイメージがあって、なんかループドライブが多いんですけど押されてるみたいな、そういうイメージが昔からありました、ね、今はやっぱりボールが変わったりして、うん、結構ティモボルがループしても打たれる、うん、カウンターされる機会が多くなってきたかもしれないですけど、昔はもう処理したらみんなこうやってブロックしに行ったぐらい、もうカウンターできないぐらいの質だったので、球のスピードはそんな速くないんですけど、うん、回転だけでめっちゃ押されてるってイメージがありました、うん、なので2位に選びました。1位は中国の周真選手。これまあ皆さんご存知だと思うんですけど、フォアの回転力がすごいある選手なんですけど、何度か対戦してて触りたくない球が何回もあります。もううねってくる、もう触らない方がマシっていう。だから周真とやったらこの真上とか後ろを捉えちゃうともろ吹っ飛んじゃうんで、だからちょっと横とかその回転のない横とかを捉えないと収まんないです。それぐらいもう回転やばいです。なんでもう変化はめちゃめちゃしますし、まあ中心の場合はループドライブ、そのチョリっていうより中陣でグリーンってかけられたやつとか、向こうが後陣で思いっきりグリーンってかけたやつがやばいんですけど、それってまあ上回転に対してそんだけ回転かけれてるんで、そのチョリはやっぱ下回転があるからグッてかけるじゃないですか。でも終始の場合はロングボールに対してその触りたくないような回転量で来るので、だからそれはもう終始にしかできない回転量ではあったんで、もう堂々の1位ですね。こうやって見てると今回ランキング発表した中でヨーロッパ人が圧倒的に多いですね。ヨーロッパ人が多いのは、やっぱり同じ、例えば、
バタフライのテナジーとか、まあ、昔言ったスレーバーとか、一緒なラバーを使ってるのに、同じ用具を使ってるのに、あの回転量を出せるっていうのが、まず将棋だったんで、選びました。で、まあ、中国選手も、回転量多い選手はいっぱいあるんですけど、まあ、中国ラバーで回転量を増してる部分もあるので、もしかしたら、例えば、ティモブルとマノンの回転量は一緒かもしれないですけど、まあ、衝撃をどちらに受けたってなると、ティモブルだったり、そのドイツ選手だったので、そっちを選びました。で、まあ、その中でも、終身が、中国ラバー使ってますけど、異次元の回転量だったので、結果的に1位になりましたね。やっぱり、アジア人は、回転というより、まあ、パワーだったり、まあ、スピード、そのサーブレシーブ、テクニックで、なんかやってるっていうのが、もろこのランキングで感じれるのかなと思いました。ヨーロッパにはやっぱりその回転量だったり、まあ、ラリー、そのパワーでやるんですけど、ヨーロッパにはないのを、アジアにありますし、アジアにないのがヨーロッパにあったり、まあ、大きく言ったら大陸による個性とかがあるんですけど、まあそういうのを知ってもらえたらなと思います。で、また、皆さん、もしこの企画をやってほしい、このランキングをやってほしいっていうのがありましたら、コメント欄にぜひ書いてもらいたいのと、今回の回転量が多そうな選手で、皆さんコメント欄にランキング付けしてもらえると嬉しいです。ありがとうございました。